六角宇治よりは、南北朝時代の武将、守護大名、六角氏四代六代当主、火力元年、六角時信の,の着難として誕生。佐々木氏着流の六角氏は、鎌倉幕府滅亡と共に一時没落し、幕府滅亡時の当主であった父が出家したため、宇治よりは、建務二年頃に幼くして、家督党民守護職を継承して、当主となるも、室町幕府では、 初流の京極氏の風下に立つことになった。大見国主五職をめぐり京極氏の佐々木道与と一時、争うも道与の娘を妻にめとるなど、関係改善にも努めている。延元三年、略王元年、南朝の北畠秋家軍が、青野原の戦いで、幕府軍を破った事態を受けて、道与と共に援軍として派遣され大み、美の国の国境で南朝軍を迎え撃ち、 広告5年、公影3年には、ケビー氏に任じられるなど、佐々木氏着流としての立場を示した。その間、延元3年、逆王元年11月5日には、室町幕府初代将軍、足利高氏の果敢によって元服し、死の返帰を受けて氏よりと名乗り、同時に、左衛門の差に任ぜられ、十五位下に除された。足利将軍家の内紛から発展した。 関能の上乱では、同与と共に、高氏、高諸直派に属していたが、昌平六年、関能二年一月十九日に高氏の弟、正義派が有利となると正義方に振る。しかし、諸直が殺害された後も、両派の対立が再燃、双方から味方に誘われ、窮地に陥り、六月二十五日に出家して高久と名乗り、大見守護を辞任して、家徳も、長男、 吉信に譲った。この後、大見守護に弟、山内新選直綱や吉信が選ばれたり、同与が高氏の嫡男吉明から佐々木氏の総領閣に任命されている。昭平9年、文那3年には政界復帰し、吉信に代わって大見守護に復したほか、昭平23年、大安元年には前立方、引き付け頭ら人も務めている。 大見守護再任後は全州に帰し、昭平16年、公安元年に、寂室元光を招いて、永元寺の回帰となった。しかし、家徳は、昭平20年、常時4年百3 6 5年に、嫡男の吉信が17歳で溶接、京国氏から同世の孫で嫡男の高津を有志に、迎え貢献を務めた。昭平25年、王安3年6月7日、 45歳で死去。大見守護は高綱が引き継いだが、宇治寄万年に生まれた亀樹丸が元服して、六角三高となると、大見守るを解かれて、京国家に戻された。ありがとうございます。